もう俺には何が正しいことなのかわからん。戦士として最後まで責任を果たすことだ。勝負は今ここで決める。ほらお前もやれよ。喧嘩だ、警察、警察呼びましょう。けど見本は嫌というほど見せてもらった。イメージがあれば可能性はある。緑谷、お前が追い込み生み出した轟の隙だ。バカランタン、そんな大声出したら奇襲の意味ないだろう。離せダザイ、人はこのようなことで死んではならんのだ。離せ、離せ。ここは拷問官の部屋だったかな。参ったね。の、合ってる。ってことはあれが同僚かよ。私が融合するのは DD リリスと DD ケルベロス。やべえじゃん。なんだお前ら、どっから湧いてきやがった。あいつと泳ぐと全身がピリピリさせられた。さすが、お前が惚れ込んだだけのことはある。あの化け物の肉体を拳で粉砕するとは、さすがに S 級ヒーロー。わかりました、私が打ち損じたことにしておきます。されたわけじゃねえよ。つかされたよ。すごいプレイヤー、このチームがまとまれば全国ベスト4、いや優勝かて。天元寺かける様から本物の芸を盗む気があるのなら逆らうな。おとなしく捕まれ。向こうミスの底なしバカが。要は魂の墓場だが、何もない空間だ。日本語がわからんの。もうカルタはやってない。私、通りすがりのイタリア人です。日本語よくわかりません。チャオアルベルチグラッチェグラッチェ。正しい道なんて必要ない。コールの上は戦場だ。俺は絶対生き残る。しかし今日から放課後一人で帰ることになるのは少し寂しいな。上から命じるだけの柊木家にはもううんざりだ。我々は任務を放棄する。多分そこはお前が期待しているほど特別な場所じゃない。俺が元ヤンだってことはバレてねえ。だがなぜだ、立ちができねえ。鉄火団団長、俺がいつかだぞ。コンクレンなんてことはねえ。